ビル岩田線翌日、プレミアムメンバー会員様を対象としたガンバ大阪初の試み、プレミアムメンバーパーティーが開催されました。場所は市立吹田サッカースタジアム内にあります VIP フロアで行われ、多くのお客様が来場されました。本当にいつもプレミアムで、年間シュートを買っていただけるということで、本当にいつもありがたく思ってます。僕らからの感謝の気持ちを込めて、今日はいっぱい触れ合いたいなと思ってますので、今日はよろしくお願いします。このパーティーでは、普段触れ合う機会が少ない選手たちとお客様のために交流を深めることを目的とした様々な企画が実施されました。選手たちが各テーブルを回り交流を深めた後は、選手とお客様がチームを組んで戦うバトル戦も。選手、お客様が協力し合い、ゲームは白熱しました。ゲームで一汗かいた後は、若手選手たちが美味しいデザートを皆様のもとへ。最後は豪華景品が当たる抽選会が行われ、パーティーはお開きとなりました。ガンバ大阪初のココビル岩田線翌日、プレミアムメンバー会員様を対象としたガンバ大阪初の試み、プレミアムメンバーパーティーが開催されました。場所は市立吹田サッカースタジアム内にあります VIP フロアで行われ、多くのお客様が来場されました。本当にいつもプレミアムで、年間シュートを買っていただけるということで、本当にいつもありがたく思ってます。僕らからの感謝の気持ちを込めて、今日はいっぱい触れ合いたいなと思ってますので、今日はよろしくお願いします。このパーティーでは、普段触れ合う機会が少ない選手たちとお客様のために交流を深めることを目的とした様々な企画が実施されました。選手たちが各テーブルを回り交流を深めた後は、選手とお客様がチームを組んで戦うバトル戦も。選手、お客様が協力し合い、ゲームは白熱しました。ゲームで一汗かいた後は、若手選手たちが美味しいデザートを皆様のもとへ。最後は豪華景品が当たる抽選会が行われ、パーティーはお開きとなりました。ガンバ大阪初の試み